おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは黄緑ラッキーナンバー3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。恋人の正位置が出ました。夢見心地で幸福を感じる。どうしようもなく何かに魅了されている様。それがもたらす快楽に身を委ねて夢見心地になっている状態です。同時に、禁断の果実を食べるという選択を自ら行ったという背景があることから自分の行動未来を選び取るという意味合いも含まれています。新しい何かを予感させます。運命を切り開いていく選択の時が訪れたことを告げています。カードに書かれた二人も、相手を選び一緒に歩んでいくことを決めなければただの通りすがりの出会いになってしまうでしょう。あなた様の人生でも、新しい出会いやチャンスが訪れても、あなた様がそれを選ばなければその先の発展は望めません。本当にこの人でいいの？もっといい出会いがあるかもという心の迷いがあっても、特にビジネスの契約や結婚など人生を左右するようなことほど、しっかりとした選択と決意が重要です。恋人たちの正位置の意味は新たな始まりのための選択の時期、パートナーシップ、協力する恋や友情にまつわる出会い、運命的な恋の予感。2枚目めくっていきます。ペンタクルの8の正位置が出ました。目の前のことに集中して取り組む、集中力が高まっています。目標に向けてコツコツ取り組むことで確かなスキルが身につき、一歩ずつ成功に近づきます。新たな可能性のステージに立ったところであるか、または自己の可能性に目覚め真摯に取り組んでいる最中かもしれません。漠然と夢を追いかけるのではなく、得意分野に磨きをかけてランクアップを図ろうとしているのかもしれません。無限の可能性とその努力がいずれ実ることを暗示しています。現時点では夢の実現まで長い道のりに思えてるかもしれませんが、今後の発展のためにとても重要な意味を持っているのです。たとえ障害にあったとしても、迷いや誘惑に負けないだけの精神力が十分に備わっているはずです。ペンタクルの8の正位置の意味は、地道な努力、真面目な取り組み、熟練する、技術の向上、トレーニングに励む、将来性がある。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。